航空会社とは、利用者から対価を徴収して、航空機を用いて、旅客や貨物を輸送する組織、エアラインとも言う。航空会社は、航空運送人の一種であり、航空運送人には、航空会社の他航空会社を利用する、混載業者などがある。荷主が混載業者と契約を結ぶ場合、契約運送人は、混載業者、実際運送人は、航空会社となる。 ワルソー条約等の条約には航空運送人の定義はない。貨物便を運航している会社には旅客航空会社の貨物部門、専業の貨物航空会社のほか DHL やフェデックスといった世界的な総合物流企業が自社で専用機を飛ばしていることがある。輸送だけでなく他社が所有する機体の運航や整備を受け負う会社もある。航空会社によっては 子会社でチャーター便やエアタクシー事業を行っている。アメリカでは1938年に民間航空法が制定され、航空事業者を保護するため、航空市場への新規参入が規制された。また、この法律で民間航空委員会が設立された。1978年にカーター政権下で航空規制緩和法が成立し、航空市場への新規参入、 航空運賃、路線設定について段階的に規制が緩和された。1982年1月、路線開設の許可制が廃止された。1983年1月には運賃設定の許可制が廃止された。そして1984年12月に民会航空委員会は解散した。EU の航空自由化協定は国際協定であり、 三段階で進められ、1997年4月に完結した。EU 域内では、航空自由化協定により、航空会社の国籍条項が撤廃された。EU 域内の航空会社は原則として、国際線に自由に参入できるようになり、環境や空港事情による例外を除いて、完全な運輸権が認められることになった。運賃も EU 域内の航空会社は、 域内の路線の運賃を自由に設定でき、各国は過度に高い運賃や過度に低い運賃には干渉できるが、航空会社は不服がある場合は EU 委員会に提訴できる。日本の航空法第2条では次のように定義されている。日本のでは主に航空法第2条第18項第19項に規定する事業を営む会社を航空会社と呼ぶことが多い。 ちなみに、航空法第2条第17項の航空運送事業は、他人の需要に応じて運送を行うもので、定期航空運送事業、人員や物資の貸切輸送、遊覧飛行などが含まれる。日本の定期航空運送事業を営む航空会社は、大手2社である、日本航空と全日本空輸のフルサービスキャリア、1986年から始まった。 規制緩和政策による新規参入航空会社の新興エアライン低価格を売りにした格安航空会社に分類される。1909年、公式飛行船を航空事業に利用したディラグが設立された。1913年12月13日、複用の飛行機を利用した初の航空会社が設立され、フロリダ州セとピーターズバーグとタンパの間に1日、 に往復で就航した。一人の旅客、または100ポンドまでの貨物を服用飛行機で輸送する航空便であった。その後、全米で郵便物の輸送を主体とする航空事業が発達した。さらに、第一次世界大戦で航空機が戦略上重要となり、性能が格段に向上していくこととなった。1927年5月20日には、チャールズ・リンドバーグが、 単要単発のプロペラ機によって、ニューヨークパリ間の単独無着陸飛行に成功した。日本の場合、第二次世界大戦前は、日本航空輸送や、更新の大日本航空、満州航空などの国策航空会社や小規模な航空会社が多数存在したが、ほとんど報道取材や軍隊関係のみで、交通機関としての航空路は、ほとんどなかったと言われている。 1944年、第二次世界大戦後の国際民間航空の枠組みの基礎となるシカゴ条約が締結された。シカゴ条約の締結国間では相互に航空輸送に関する二国間協定が締結された。日本では第二次世界大戦後、GHQ により飛行機の生産や運航が禁止され、航空に関する産業はほぼ全滅した。 その後、講和条約締結前に、国内航空運航権を支配しようと連合国の航空会社7社が j a t a クを設立する動きがあったため、日本政府はカボタージを盾に拒否。この主張は GHQ に認められ、1951年に、旧大日本航空の関係者によって、特殊会社としての日本航空が設立されたが、この時点ではまだ、 日本による運航はできずノースウエスト航空に運航を委託していた。翌1952年に講和条約を締結して独立を回復すると日本での飛行機の生産や運航が可能になり産業としての航空事業が起こり始める。1972年に国の方針によって大手三社日本航空、全日本空輸、東和国内航空の体制が確立し、 日本航空が国際線と国内の幹線、全日空が国内全般、東亜国内航空が国内のローカル路線という枠組み分担が定められた。1978年、米国大統領のジミー・カーターが航空自由化を打ち出すと、サウスウェスト航空などの格安航空会社が急速に発展した。日本においては、運輸省の指導による、いわゆる十五。 47体制のもと、長らく日本航空、全日本空輸球、日本エアシステムの3社体制であり、日本航空は国際線全般と国内幹線全日空は国内線全般と国際チャーター便、東亜国内航空は国内循環線とローカル線という住み分けがあったが、1986年にこの枠組みは崩れて、全日空は 国際選定機便に東亜国内航空は国際線への進出が可能となり、全日空は同年から国際選定機便に進出した。東亜国内航空は国際選定機便を就航させた1988年に日本エアシステムに社名を変更した。その後の全日空は国際線も含めて日本航空とほぼ並ぶ航空会社へ成長したが、 日本エアシステムはその後の経営不振で2002年に日本航空への経営統合へ至った。全世界航空路線地図2009年度一覧。ありがとうございます。